あれ。勝てんからな、今さ、来たー !2、3と。あ、押せたらよかった。はい、ナイスボタン。初手ボタン鳴らす線。千人。千人。はい。噛んだ。間違えちゃったんですけど。かわいいね。全員殺しましょう、エロちゃん。全員殺しましょう。全員ぶっ殺す。お。逆にこれは殺しやすいぞ。おー、いいボタン。ナイスボタン。本当にいいボタンと呼べるのかな。ナイスボタン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 ですね。ああ、これ宇宙警察だな。そうだな。何が？宇宙警察は宇宙警察ですけど、何が？いいボタンだったでしょ、さっきの。いや、いいボタンだったの。このボタンは宇宙警察。本当にいいボタンなのかどうか、もう一度考えてみること。させちゃうね。させちゃうね。うさる猫に泣き目が釣られるパターンのやつ。危ない。すごい入ったね。させちゃうね。うざ。諸説精神だよ。そういうのじゃないでしょ。ね、そういうのじゃないでしょ。はい。わ、中野くん死んでるわ。あ、中野アルマ18秒前に死んでます。おー、ナイス。中野アルマ18秒前、了解。なんで皆さんもう一人見てたんじゃないの？ん？皆さんだけ見てたの？エロちゃんが見るのをやめて、もう一回見た瞬間に殺され、じゃあエロちゃん見た時は全員生きてたってことか。うん、で、だからエロちゃんも無理だし、その時見てたのが確かカキさんかな。カキさんも無理。メアさんが電気室に入ってくるタイミングで多分探しに行ったのかなみたいな動きがあって、僕はそれ見に行ったらアルマさん死んでました。確かにプテさんもそこにいたから無理だね。そう、アルマさんの最初も経験、マサカリさんもいた。そうそう、うん、かなり多い。やば、トゥーンさんしかいないと思います。おお、トゥーンさんが、アーカイブからラウンジに抜けていったのに、シャワーに降りたらシャワーにトゥーンさんがいました。おお、名探偵、名探偵の容疑があります。おむむ、いやいや、僕そのまま上からアーカイブ感。あ、合ってると思うよ。あ、やった。そうですね。ラウンジに行ってないってことですか？違う違う違う。え、トゥンさん言ってること合ってるって言ったから。うんうん。トゥンさんはちょっと詳しく。あ、自分タオルのタスクやってて、で、下ってるところとかも、クニュンってあるところも行って、弁当のところも結構通ったんですけど、多分その時系列だったら、ナスがトゥーンさんに殺されてるか、弁当を見てるか。だから、アルマ君が死んでるからあれじゃない？あ、そう。わかんないけど、どこで死んでるか。クールがなかった。ちなみに、夏目先生って待ってる時間。あ、ごめん。まあ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 。アルマ君を見た人はいないんですか？
貨物湧いてなかったっけ、アルマって。どこだっけ。湧いてない、湧いてない、絶対湧いてない。めちゃくちゃ多かったよね、貨物。え、カキさんと僕とエロちゃんさんだけじゃない。いやいやいや、めっちゃ多かったよ。めっちゃ夏目も湧いたし、貨物は。手折ったっけ。折ったよ。え、初手じゃないそれ。1個前じゃないそれ。うん、今のターンのリスは僕とエロちゃんさんとカキさんの3人だったと思ってて、しかも停電を直したのもその3人だったはず。少なくとも電気室にいた 5,6 人は違うと思ったら結構絞れると思うから、もう一回話しましょう。押します。じゃあ誰やったっけ、プテハシさん、マセカイさん、俺、アロちゃんさん、メイヤさん、ちゃんさん、エロメイヤ、5人もいる。かなり固まってたから。やばくね、そんなにいたの。さあ、お土産頼む。ごめん、冤罪がかかっちゃった。あ、ありがとうございます。ねえ、貨物湧いたべ、夏目。湧いたべ。僕が見えたのは、あるも行ったと思うんだけど。まあまあ、とりあえず一旦いいんじゃないか。白で弾いて。白いのは結局誰でしたっけ、隠しろ。エロ、エロ、メア、カキ、プテ、マシャ。エロ、カキ、メア。上の4人と、マシャさん。とマシャさん、うん、ちなみにだけど、僕はマシャカレさんは見えてないのでわかんないけど。僕は見てる。俺は見てます。見てる、カキさん。はい、見てる。あ、じゃあ大丈夫。で、シャワーにずっと夏目さんがいたのは藤宮が見てます。うん、そう、シャワーから来る夏目先生も見てて、え、だとしたら、アルマくんが貨物で湧いてるんだったらなんか変じゃない？だってラウン、下には絶対来てないよ。上に行ってるんだったらラウンジかアーカイブで誰かしら見てるんじゃない？え、テレビさんが立ってるなら、まあ、見てます。じゃあセンターさんどこでしたっけ、うん、僕、ボタン。あ、ごめんなさい、ボタン。あ、だから、その辺でやって、フチミはアーカイブでタスクしてたんで抜けたってことは考えられないと思います。なるほど。8秒だったら階段の音と、あとね、宿舎前のドアが全部あの閉まってたから、そこに1個開けて階段だから、それで、あ、まあどうしようもないか。まあどうしようもないわ。個人なんだけど、先端さんしかやれないんじゃない。まあその右で死んでないとするなら、俺は夏目トゥンのラインがないなら、まあでも僕、ね、弁当トゥンさんかなりあるかなと思って。藤宮、もう一回、もう一回、はい、シャワー室に夏目さんを置いた状態でトゥンさんとアーカイブまで上がりました。うん、で、僕がアーカイブのタスクをやってるときにトゥンさんが右に抜けていって、僕がタスクをやり終えて、うん、シャワー室に下っていって、夏目さんいたと思ったらトゥンさんもいたので、夏目先生してはトゥンさんどうなの。いや、夏目先生見てくれてるんじゃないですか、上から。上にいたのは、うん、扉開けたんですよ。扉開けたから分かんない。あの、初手以外でアルマ君を右に見た人は、ね、右も左も扉開けた。いたのか。もう一回ボタン押しましょう。押します。うん、扉開けたんだ。トゥンさんの弁当は僕はアーカイブを右と下を開けました、僕。キロ洗いたくない。うん、そうですね。あ、見られてるかな。直れ。早直れ。ボタン押して。エル集中警察。マジで？ん？どこですか？昇降機右側の、はしご上がったとこでメイヤさんが死んでたんだけど、今、ヌーンを使って左に行った人が誰か分かれば。
あ、でも俺バイタル見てたんですけど13秒前ぐらいに死んでます、うん、時系列を言うとまず僕がミーティングのところにいたのね。で、トゥーンさんがボタンのところ構えに行ってたよね、トゥーンさんね。ずっと真ん中いましたね。そうだね。で、トゥーンさんがボタンを構えている。で、僕が下に行って左側を直したんだけど、右が直らなかったから、うん、僕はヌーンを使って右に行きました。は、う、い、ん。で、右に行って、下の、はしごを降りる段階で、メイヤさんが上にいるのを見たの、僕は。うん。で、下に降りて直し始めたところで、ヌーンが左に動くのを見て、あ、メイヤさん左に行ったんだなと思って、じゃあメアさんが直してくれたんだなと僕は思ったわけ、うん、で上に上がったら死んでたから左直したの誰ですかまず。あ、僕直しました左。じゃあトゥーンさんがその乗った人を見ていると思います。うん、いや、うん、マジで見てないです。僕名乗り出ないってことは。コックピットにいました。コックピットにいたんですけど。夏目くんコックピットね。で昇降機最大4ぐらいいて、常に3がついていました。で、診察室いて、展望デッキキッチン武器庫にもなんかちらほど2人が移動してんなって感じで、エンジンルームから宿舎前でまで2人で移動した人は白だと思います。藤宮、うん、エロちゃん。最後、はい、トゥンさんさ、マシャカリさん見てる。ムーン右から来たメインで見てた。来てない。僕メインにあったってこと。あ、じゃあ死体。ああ。来てない。だってメイヤさんの幽霊が乗ってた。あ、メイヤさんの幽霊が乗ってた。でもやっぱさっきの乗る瞬間来てない。来てない表現と合わせてもトゥーンさん相当ある、うん、だからトゥーンさんは知っていいと思うな。トゥーンさんの視点を話させて。待って、はい、今話してないと誰だっけ。先輩さんじゃない。カキさん、カシャカリさん。俺はやばい、これ謎じゃ押します、押します。じゃあ、うん、あ、お願いします。センターさん、僕メインホールで会いましたっけ。うん、左下入ってたでしょ。だからあのマシャカリさんが弁当とかでなんか何してんだろうと思ってリアクションてるのに。僕は今回スキップしてます。誰ですか。カキさんずっと入れてますよね、多分初日から。一人で。うん。あれ、これ焼きさん鳴らしたかったな。小麦じゃない方が。もう次釣られるから。お、いいんじゃない？キルできるんじゃない？死んでるわ。マットンさんしかできないですね、これは。まあ、ローラです。じゃあ、僕、エロちゃんしかできないと思います、今の。いやいや、夏目先生が俺が登ったとこ見てるから、無理だと思いますよ。カメラでエロちゃんが右に行く瞬間に A ボタンだったので、エロちゃんは切ってないと証言できます。あ、トゥンさんか。トゥンさんだ。はい。ただ、そのヌーンに乗ったことはトゥンさんじゃないんで、そこを洗った方がいいと思ってます。で、カキさんが死んでるんで、先端になっちゃうんじゃないですか、うん、センターさんの、まあ、今回あ僕コミュニケーションしましたよ今。あ、今回じゃなくて前の話ですよね、エロちゃん言ってるの、うん、多分。うん、ね、僕メインホールで申し訳ないけどセンターさん見てないんだよな。いや、見た、左下入ったでしょ。左下の部屋入ったでしょ。助けやってたのかな、メインホールの左下絶対見てる。で、マシカリさん右に歩いてたよ。それで見られてないのか。あ、視界が奥から見えたっていうのも。ごめんなさい。はい、トゥンさんは今日釣ります。で、うん、エロちゃん確定白で置いて進行します。なぜなら2キル目、カキ、ナツ、フジ、エロが、アリバイがあるからです。うん、マシカリセンターのローラでいいと思います。どうですか。あ、いいよ。はい。じゃあ、マシカリ釣ってセンターさん釣っていいよ。次。プラス。あと1キル目をエロちゃん、メイヤさん、カキ、プテ、マシャカ。左だったらセンタンさんで、右だったらトゥンさん。1キル目はもう、たぶん絞れないから、うん、もう。あ、うん。ボタン押します。多分押せるはず。押せなかったら、殺して。押しても殺して。僕も押せないです。停電。
リアクターしかワンチャンなくない？はい、じゃあ僕入れます。自分にこれもう一回だけちょっと教えてくれ、夏目先生の。自分がやりたかったのは、うん、夏季夏富士エロに、夏エロに、うん、夏季夏エロ富士に、2キル目の、あれ殺害不可能で、富士宮が、さっきのトゥンさんの証言、エロちゃんが、殺すことは不可能ですってカメラ情報を出してて、うん、で、トゥンさんを釣ってるわけで、うん、でこの場面ってケアしないといけないのは藤宮とエロちゃんにインポスターで、うん、カメラの、ことを偽装してる今のキルに関して、うん、って話なんだけど、それって夏季夏富士エロがアリバイあるところで否定されてるよねっていう話。それって誰のキルでしたっけ？あのメイヤさんですね。プテさんが発見した時でヌーンで誰かが左に行っていたっていう。あ、その時もう白だったんだっけ、お互い。あ、そうです、うん、それは自分のコックピットのアリバイ情報から証明されてます。武器庫、通信室、エンジンルーム、宿舎前って二人で一緒にいてる人物を見てるので、はい、だからロラでいいっていう。どっちから釣ります？うーん、あ、自分に入れました。まあ、先端だと思ってる。ああ。じゃあ続くんでお願いします。はい。はい。ああ、くそー、ごめんね、相方。ドア閉めてからの方がいいんじゃね？ワンチャンある。おいおい、シャワー室の上で発見しました。閉じ込められたんだけど、ちょっとマジか、今かキルクル上がってたのに、マジか。上がってたの。あ、待っときゃよかった。あー、マジ、あー、勝ってたの、あー、ごめん、マジか。いかんかった、よかった。危なかったね、ほんとに。よし、これはやばい。計算通り。よし、インポスターも来る。いやー、ごめん。いや、動かんかったよかった。ないかい。強靭出しな人に最後。これはドア閉め、ドア閉めが噛み合わなかったってことですか？ね、ドア閉めが噛み合わなかったですね。あとボタンがあるって言ってたクルメイトのボタンがなかった。本当だよ。先輩になるとこだった。危ないわ。だからさ、そう、あの、行けばよかった。申し訳ねえ。マジ申し訳ないっす、センター。いやいやー。霊界でボロかすよ、もう。ほんと、危なかった。マシャカイさんめっちゃ霊界で、おら、釣り順考えてくださいよってめっちゃ。あ、マジかー。なかったよ。ボタンあるから行けるっしょっつったらなかったっていう。もうしかもなんか2キル負け確定みたいな盤面だったから、おー、じゃあマシャカイさんってめっちゃ霊界で。で、押された瞬間、よし、避けたしね。じゃあマシャカイさん、ドア、トゥンさん、ドア閉め計画よ、計算通りってことですね。当たり前です。全部読んでました。マジ申し訳ない。いや、今の悔しいなー。通りはやばい。惜しいね、でも。今のはもう。いやー、ごめん。はい、いや、あの、待ってたんですか、上のドアを違う。上のさ、昇降機の
ところドア確認しとかないと、キルディスタンスの方が短いから、死体門番できないから、一回確認して、よし、閉まってるって思った瞬間ドアが閉まったっていう。そう。ああ。で、そのタイミングでちょうど藤宮さんが下から上がってきたっていう。タイミングすべて噛み合ってなかった。もうなんか何もかも噛み合ってなかったですね。あー、わー、めっちゃ悔しい。かすっ、ごめん。今のは悔しいよ。今のは悔しいんだろうな。今のは勝ってたからね。もう悔しいな、今のは。ドア、先輩になりかけた。ドア、いやいや、先輩だろ。しかないから。実質負けない。実質負けないよね。計画通り。まさかに、なんかさ、ちっと言うしましたとか言ってたからさ、うん、あれもう諦めて、入れたくない、入れたくなりますよね。うん、いや面白かった。まあ、危なかったな。あの名前が緑色で強人だったんですよ。申し訳ない。何じゃないっす、ジュニア。今の藤宮さんが MVP だけど。いや完全に超いい試合だったよね。結局ちょうどセンターさんが上行った瞬間に藤宮さん下のドア開けてたから。藤宮さんボタンを押す素振り見せてボタンを押さなかったからね。藤宮さんも実質先輩。いや、なんかボタンないんでしょ。あったら押してますね。ないと思、あると思ってたってことですね。そうそう。あ、誰か残ってんのかなって思いつつ。あ、そうだよね。わかんないよね、ああいう。いや、マジ申し訳ないですね。あ、いやいや。多分あれですよね。多分藤宮さんが開けようとしたからすぐ閉めないと、みたいな。そうかな、多分。惜しいな今のは。ヒボスター惜しかったっすね、今の。下から繰り読みだけしとけばよかったな。いやー申し訳ない。あ、ヌンで右繰り読みで待ってたって。で、あの、そう、あのドアを、うんうん、キルディスタンスの方が短いので、うんうん、レポートの方が長いので、うんうん、あの、上から、あの、来た時用に、あの、ドア、アーカイブの左側のドアが閉まってるかどうかを確認してしまってたら、うんうん、あの、音 で, いい、ね、あの、わかるので、うん、もう、死体の下寄りに、から来た人をやればよかったんで、あ、そう、アーカイブの下は空いてたんですよ。で、アーカイブの左を確認しに行ったタイミングで、あのちょうど藤宮さんが下を開けて、アーカイブも閉まったっていう。もう負け格だと思ったもんね、僕たちは。たまった。だから、マシャカイさん霊界で。そう、だから、マシャカイさん霊界でめっちゃ攻められてた。そういうことか。何、自投与してんだって。スリチュン考えてくださいよっつって。2キロ負けしたらどうするんすかっつって。あ、面白かったね。実際負け、うん、もうほぼ負けだしな。なかった。あ、そうですね。まあまあでも。好きなタイプを聞いて。じゃあ、先に終わりましょうか。何でも覚えてんね。大事なことだから、大事なことだからね。